We are here. WA Radio. WA Radio. 鈴木啓太、アンドレア・ポンピリオ。あ、もう回ってんの？嬉しいね。ワールラディオ。今日の動画、ケイタ・スズキ、アンドレア・ポンピリオという。うん、そうですね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。やっぱりケイタの言葉っていうものもどん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 世の中にいろいろ広げたいなっていう気持ちもありつつ、うん、まあ、当然そのケイタ・スズキをまだ知らないという人たちも、そうですね、あの世界にはいるということで、はい、今日はちょっとどっぷりと、はい、なんか緊張してる？いやいや緊張してないですちょっとどんなこうトーンでやっていくか探り探りですね探り探りそう、あの昨日の夜もねメッセージが来て、なんか準備することはありますか？なんか急に不安になっててあれなんか準備したくものあるのかなそこまでずっとサイレントだったよいきなりね遅い時間帯に来たじゃない失礼しましたなんか緊張してるんだなと思ってそうそうそう、まあ、全く緊張する要素もなく、わかりましたっていうことなんだけど、そうそう、ね、まずは、まあ、リスナーの皆さんも知らないところがたくさんあるのかなと思いながら、はい、あの僕らの出会いっていうものを、うん、ちょっと昨日もふと考えててね、うん、そう、ケイタとの出会いっていつ頃だっけなと思ってたら、もう早15年近く、そんなに経ちますかね、前になる。あ、出会いはしかも東京、日本ではなく、そうです、ね、ミラノが初めての出会いだったよね。そうですね、あのミラノサローネ15年前ですね、デザインの祭典、はい、ミラノサローネ確か2005年か6年、そうですね、そうだそうですね、ぐらいだったような、はい、か7年かな、そこら辺だったよね、確かに、うんうんうん、覚えてないでしょそう、まあ、いつも思い出せなくて、年号っていうかその時はまだだって20、うん、そう、なんかもう23歳ぐらい、はい、23歳ぐらい、大学を卒業してすぐの春だった気がします。わ、なんかガラスのデザインで取材したような気がする。あのボンベイサファイアっていう、はいはいはい、あのマティーニのあのが、ま、あのやっているマティーニグラスのデザインのコンペティションがあって、うんうんうん、それの日本デザイン日本代表に選ばれて、うん、ミラノサローネ期間中にその世界中から集まったファイナリストたちと合同で展示をして世界一を決めるっていうのをやってたんですね。なんか暗いバーのような空間だった記憶が。俺はもう時差ボケがもうひどかったですか。ひどかったその時。ごめん。ものすごいひどくて、うん、でさらにあの暗い空間に入ってさ、そうでした、ね、もうなんかもう全然頭が回転しない状況。スーパースタジオでしたね。あ、スーパースタジオでやってたんだ。そうそうそう。そうだ。ミクソロジストっていう言葉も流行り始めた時期。そうですよね。あ、そういう時期、ね。バーテンダーじゃなくね。そうですね。ミクソロジストもいたし、ね、ミクソロジーカクテルだらけでしたよね、あの時期は。あの時期はっていう、はい、そんな記憶だったの。それで取材、ラジオの取材、そうですね、で、まあ、ケイタと出会ったということだけども、うん、でその後なんかね、あのすごいスパンがあって、合わないスパン、そうです ね, ね、それが最後で、うん、その後 10年ぐらい経つかな、そうですね、もうちょっとかもしれない。アンディに再会したのがだから4年前いや、そんなもん、4年前ぐらい5年前、いやもうなんか多分4年前ぐらいだと思う、ね、うんうん、今度は偶然テレビの、そうですね、番組に出演いただけるということで、はい、デザインの番組、そうですね、ね、来られて、でその時は、うん、恥ずかしい話、あのケイタの方から、ああ、実は僕ら会ってるんですけどっていうことを言われて、うん、えって一瞬思った、鈴木啓太って、鈴木啓太、いや、あのミラノでって言うから、あ、いや絶対アンディは覚えてないと思ったんですよ、ね、だってごめん、僕なんて学生みたいなもんだし、あの時ですごいたくさんのところ取材に行ってたじゃないですか、すごい量の、さっき言ったように、もうしかも時差ボケの中ずっとそう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 そんな中はね、いやいや、もう失礼しました、覚えてるわけがない、いやいやいや、でもうすごい嬉しくて、再会するのが、そうですよね、2日後にメール連絡そうですね、すぐ食事行こうってそこからもう本当にありがたいことに、あのものすごく仲良くしてくれてて、うん、あのただなんだろう、その、まあ、いろんなプライベートの話もいろいろ僕らの中ではしてるけど、生、うん、い立ちっていうのを聞い
あんまり聞いたことないような気がしてて、いわゆる啓太のバック、まあ、愛知県出身、はい、どこで生まれたの？生まれたのは、対馬市っていう、名古屋の近くですね、はい、名古屋の近くにある対馬市。そうです。それはどういった家庭だったんですか？変な話、いわゆるなんか商売やってるお父さんがいたり。うちの両親はどちらも教師です、ね、はいはいはい、家自体は父方は農家だったり、母方はずっと商売やってる家系だったり、まあ、なんかいろいろなんですけど、お、そんな感じでしょ。もう対馬市でずっと皆さんファミリーはいろいろ愛知県内のいろんな場所に名古屋だったり渥美半島だったり、いろんなところにファミリーが分散していて、でも基本的にかなり愛知県の濃い感じの濃い感じの、そうですね、名古屋の人たちですね。家はかなり名古屋の人たちの気がしますね。ちょっと東と西の間みたいな、そうですね、アイデンティティがある、ね、そうですね。名古屋ってちなみに どんな場所、どんなアイデンティティがある？名古屋は独特ですよね、うん、また大阪とは違うじゃない、東京とも違うし、まあすごい、だからなんていうんですかね、閉じてますよね。ああ今でもそうと思いますね。やっぱりなかなか外から入っていくのが難しいっていうのもよく聞きますし、ミュージシャンなんかは名古屋な全国ツアーで名古屋行くの嫌だってみんな言いますし、なんで？いや盛り上がらないから、受け入れてくれるまでに時間がかかる。だから最初の 1,2 曲がもうシーンとしてるらしいですよ、とかって言って。それも気質？そう、結構気質だと思います。やっぱり疑う外の人とか身長うまく言い換えたけどでも本当身長だと思いますね。そう、ケイタもやっぱりそういう感じ自分の中にあったり。僕は多分もうちょっとオープンだと思うんですけど、まあ、名古屋はやっぱそういう、やっぱり愛知県はいろいろ産業、工業を中心に、まあ、車の産業が、まずね、トヨタがあるっていうことも、はい、そうですね、結構しっかりあるので、やっぱりなんかこう愛知県内でいろんなものが完結するっていうことは結構あると思います、はいはい、それはやっぱ大阪とも東京ともまたちょっと違う、違う、まあ、愛知の人たち、愛知の独自のこうローカリティみたいなのがすごいしっかりある地域だと思いますね、まあ、そんな環境で育ったっていう、そうそうそう、なんか育った環境ってのは町、それともいわゆるもう田園というか、いわゆるまあ緑の多い、自然の多い場所。そんなにすごく自然に囲まれて育ったっていうわけじゃもちろんないんですけど、子供の頃からその愛知県って結構自然がたくさん、実は自然がたくさんある、海もあるし、山もあるし、スキーもできるし、なんか結構自然がたくさんあるんですね、環境的に。そういうところは子供の頃からすごく行ってました。それはまあ常に触れてるっていう。そうですね、子供の頃一番好きだった場所が鍾乳洞。おまあなんかいろんなものがあるんです。気質の気質なのかな、それで高校生まで名古屋。そうです、そうですね、ずっと大学が東京の多摩美術大学っていう大学だったんですけど、そこまではずっと愛知県の中にいましたね。そうか、大学多摩美術っていうことはもう高校の時にいわゆるアートあるいはデザインの方向に行こうっていうふうに。そうですね、あ、そう、しっかり決めて。それなぜ、何がきっかけだったんですか？いやー、なんですかね、まあ、それしかないって思ってたっていう感じですかね。あ、そう、はい、あ、じゃあ結構早い段階である程度、わかんない、小さい頃あるいは中学校の頃すごい絵が上手だったとか、なんかそういうタレント性というのかな、そういうものがあって、あ、こっちかなって、あるいは人に言われてそっち行った方がいいんじゃないっていう。あ、どうなんですか、まあ、なんて言うんだろうな、子供の頃からなんて、ボーイスカウトっていうのをやっていて、一つは、でものすごくいろんなところにキャンプに行ってたんですよ、はいはいはい、でボイスカウトのテーマは小刀って言うんですけど、ナイフ、小さいナイフ一本で全部を完結させるって言ってたんですね、はいはいはい、ご飯も作れば、当時はスイスナイフっていうのがあ、そう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 、そういうのもありましたね、まあ、まさにあれで全ての物事をやりきるっていうので、結局子供ながらにいろんなこう環境を使って、それで創意工夫して何かを生み出して、まあ、サバイバルっていうのは言い過ぎだけど、何かこう暮らしていかなきゃいけなかったっていうことを、まあ、非常に楽しんでいたっていうことと、あとはすごい
ガチの工作少年だったんで、ありとあらゆるものを自分で作ってた子供の頃から好きだったんだ、ね、大好きだったんですね。なんかそういう風にして、まあ、あの手を動かすこととか、うん、あのその何かを作るものづくり、そうですね、仕事にしたい、仕事にしたいなでそれはっきりとビジョンはなかったですけど、うんうんうん、なんかそういうことやっていきたいなっていうのはありましたね。それはたまびのチョイスになってくると。そうですね、それだけどやっぱものづくり、デザインの前にものづくりっていう発想でたまびなんですか、それともやっぱりもう少しここはもうデザインっていう世界をどっぷり知りたいと。ああそうですね、たまびに行ったのはやっぱりデザインをしっかり勉強したいというふうに思って行きましたね。あの実はあの他一浪って言って浪人してるんですけども、美大に入るために、うん、あのその時あの高校生の時は工芸科志望だったんですよ、うん、だ工芸をやりたかったですね、その時は。自分の手であの作るっていうことをやってみたかったんですけど、もう少しいろいろこう仕事っていうレベル感で見ていくと、うんうん、なんかどうやらデザインの方がやっぱ汎用性が高そうだぞと、うん、自分でやっぱり作るっていうのはあの工芸の世界って非常に魅力的なんですけど、他方でやっぱ自分で作らないと作品が生まれ続けていかないっていう意味で、うんうんうん、やっぱどうしても、まあ、当時高校生の僕には少しこう世界が小さく見えたっていうのもあって、やっぱりデザインの方がまだまだやっぱいろんな可能性がありそうだなっていうところでデザインに行きました、ね、うんうんうん、なんかその当時リスペクトしてた時影響を受けたデザイナーとか、そうです、ね、作家とかいたりしたんですか。そうですね、あの中学生の頃にあのイームズの本とか、もう中学生の時に、そう中学生の頃は家具とインテリアデザインが大好き でそのバーナーパントンとかイームズとかあのジョージネルソンとかそういう方 の人たちのも本を読み漁っていたので、うんうん、それは自分で本屋さんに行って、そう名古屋のパルコに行って、パルコの本屋、洋書専門の本屋に行って、うん、いろんなものを読み漁ってましたね、はいはい、初めて聞いた。そうだから自分でやっぱ自分がやってる工作のレベルとデザインっていうものがはっきりと違うってことをやっぱり感じたし、うんうん、名古屋はそんなにこうモダンデザインがすごいたくさんある場所ではどっちかっていうとないので、うん、まあ、適当に田舎なので、うんうん、そういう中でやっぱりその洋書の中で見るデザイン、うんうんうん、っていうのはやっぱすごい輝いてましたね。なんだこの椅子みたいな、うん、簡単に言うとあるね。自分の周りには仮木の木の椅子しかない、はい、実感がだけどそうだね、そうそうそう、そうだよね、うん、びっくりしました。それが中学生、それ中学生の時ですね、時代、うん、すごいね。まあそこからじゃあだいぶ、そうです、ね、まあ、いわゆる海外のデザイナーそうですねの影響、まあ、向こうのデザイナー含め、うん、だいぶやられてたのね。だいぶやられてましたね。あとやっぱり音楽もあの中学生の時にターンテーブルを買って、うん、もうそこから音楽も大好きだったので、やっぱり音楽のカルチャーから受ける影響っていうのは結構やっぱりありましたね。だから例えばカルチャーデザインも含めてカルチャー全般が大好きな高校生っていう感じ、うん、グラフィックデザインも大好きだしっていう。今でも音楽はねたまにねターンテーブル回してたりそうですね、たまにしてるじゃない、うん、小さい頃 その音楽との関わり方ってラジオ、それともラジオです。あ、ラジオ、ラジオだし、あ、ラジオですね。でもやっぱり基本は、うん、ラジオ聞きながら情報を得るっていうか。そうですね。でクラシックはやっぱりあの父親のレコードとか、はいはい、父親のカセットテープとかをガンガン聞いてましたね。カロルキングテープ、久しぶりに聞くフレーズだったカセットテープ、ゴールドのカセットテープ、はい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 、そういう時代でしたね。なるほど、まあ、音楽のテイストっていう部分ではもう、うん、結構なんだろう、ワイドなクラシックも聴けば。そうですね、いろんなもの聴いてましたね。なんだっけ、ヒップホップとか、はい、結構好き。そうですね、高校生の時はもうガチガチにブラックミュージックが好きで、うんうん、あの特に僕はレゲエ、レゲエ派一番興味を持っていて、はい、うん、本当に怪しい名古屋の怪しい店で、うん、ジャマイカの怪しいテープ買ったりとかしてましたね。いいね、うん、まだあるのかなそういう店。どうなんですかね、名古屋は結構やっぱりレゲエは人気でしたね。ブラックミュージックは全般は人気でしたけどね。だけど今でもね、そういった点では、まあ、プライベートなレベルでは、うん、そういう音楽活動というか、うん、ね、DJ をやるというそれは、ね、超趣味ですよね。それなんだろう、当然まあ自分のためっていうのはあると思うけど、うん、そういう場っていわゆる人が集まる場で回してたりするじゃない、うん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 、それってやっぱ人を楽しませたいっていう、僕はそっちですね、気持ちなんだ。大学生の頃とかも結構 DJ はたくさんやってたんですけど、うん、
やっぱ盛り上げたいめちゃくちゃ上げたいっていう、上げたいんだ。みんなからしたらなんだよその定番ネタのオンパレードとか言われるんだ。もう言われたりとか、うん、そのね、あんまり日本人のアーティストの、曲をかけるのはあんまりかっこよくないと思われてたかもしれないけど、うんうん、僕はそういうのももう全然かけまくってました、ね、ボーダレスボーダレスに勇気を持って、そうそうそう、まあ、勇気もいらない部分、そうそうそう、まあ、フリーになってる、そうそうそう、盛り上がった方が面白いっていう、もちろんね、うん、いわゆる両立というか、いわゆるそういうそういう鈴木啓太もいれば、うん、当然デスクあるいはそのペーパーに向かってモニターに向かってデザインをする鈴木啓太がいるっていう、うんうん、そういう時も音楽は聴いてるの？そうです、デザインを施す時、あ、そうですね、うん、自分の中でいろんな時期がありますけど、うん、音楽聴いてることが多いですね。多い、うん、なんかそのデザインをする前に、うん、このデザインで、あの、このプロジェクトでやりたいムードっていうのはどういうムードかっていうのを音楽で決めること結構多いんですよ。あ、面白い。そうだからアンビエントなそのアウトプットにしたいと思ったら、やっぱりそのどういう音楽が一番、結局物を作るって物ができて、そこでその空間もまた物に支配されるじゃないですか、うん、でやっぱりその何を作ってもムードができちゃうので、どういうムードにしたいかっていうのを音楽で最初に決めて、そればっか聞いてそれをずっと聞きながら、あの、どうやったらそういう自分が作りたいムードに近づいていけるかっていう風にやってます。大きいね音楽の関わり方、音楽はやっぱりすごく大きいなと思いますね。ムード、そう、ムードがすごい大事ですね。まあ本当ケースバイケースだとは思うんですけど、すっごい、だけどそこは共有します。でもやっぱりすごく上げたい、なんて空間を上げなきゃいけない仕事はやっぱりその上がっている、うん、その、あの音楽を聴いて、うん、その音楽にこのデザインが負けてないかとか、うん、なんかそういう風にして、あの音楽もだから一つまたデザインを作っていく上で、うん、あのその参考にしてるっていうか、うん、初めてこんな話しました、うん、初めて聞いた初めて。だけどすごくそこって、うん、ものすごく共有できる、共感できるっていうところで、うん、自分やっぱ音楽聴いてインスパイアするときはすごい多い。あ、そうですか、アンディも、うん、あるいはそのまさにムード作りって、うんうん、そうですね、例えばこういうイベントを制作しなきゃいけないってなったときに、そのイベントのまずフィーリング、ムード、そうですね、まさにまさにっていう空間全体のフィーリングをイメージするにあたって、やっぱ音楽っていう手法は使う。うん、そうですね、うん、とてもリラックスする、ああ、そうですね、あるんだろうけど、うん、どっちかというとそういう刺激が欲しいときにやっぱり相当音楽に触れるケースが多い、うん、そうですね、うん、そう思います。